生産設備の設計調達を担当して約20年になります。具体的にはティンパニの製造工程の立ち上げと、あとティンパニのハンマリング機の設計を担当しました。当時はですね、職人さんがハンマリング作業は手作業で行っていました。どうしても職人さんの手作業ということで完成品の外観にばらつきが生じていたんですね。やはり手を使うということで検証になったりであるとか、どうしても生産量に限界があるということで自動機を何とか作りなさいということで話が来まして、ゼロから設計を開始することになりました。ティンパニの場合はハンマリングをした面がそのまま商品の外観となってしまうということがあります。ヤマハ初めての設備ということですね。非常にこう悩みました。人の手で打っている作業の自動化ということですので、人の手でまずどういうふうにハンマーが動いて、どれぐらいのスピード、どれぐらいのタイミングで打っているのかっていうものを実際にその人の動きのモーションですね、解析したり、実際に出来上がったものの、周波数の解析であったり、材料の高度の分析などを行いながら検証を進めてまいりました。最初に作った試作品が非常にこう打痕が綺麗に整列をしてしまいまして、わ、自動で打ったなというのがこう誰が見ても分かると言いますかね、まるでこうミラーボールのようになっていて、私としても非常にこう嫌な部分があったものですから、見た目の美しさというところにはやはりこだわって、ランダムでかつ打痕の大きさがある程度こう整っているもの、そこを再現できるように進めてきました。あと私自身がですね、ヤマハ吹奏楽団でティンパニを演奏しているっていうこともあって、自分の中でやっぱりある程度ティンパニの音のイメージというのがあったので、そこに対するこだわりというものもありました。当初は同等かそれ以上の物性が得られるといいなと思っていたんですけども、たくさんの試作を行い、手で打ったものよりも機械で打ったものの方が音の伸びや音量が大きく改善しているというデータが取れました。アーティストの方の思想評価だけではなく、物理的にも良い楽器になったという裏付けを得られて、高品質なものを安定して生産できるようになったという自信がつきました。こういう非常に重要なお仕事をさせていただいたことに対して、自分の中でですね、楽しく、またいろいろ勉強させてもらった部分もあったんですが、世界の皆さんの手元に届く楽器の一翼を担えたということに関して嬉しく、また幸せに感じております。